はい、リチャードソンチェストフライボックスになります。仕様としては、3トレーですね。3トレーで、アルミニウムの、素地に、トップと底、両サイドが、ウッドの、この定番のデカールですねが貼られている仕様になります。リチャードソンのフライボックスはですね、このチェストフライボックスという形ですね、胸にホールドをして、両手がですね開いて、使えると。で開けてフライが非常に多く収納できる特徴があります。で、非常にフライセレクトがシビアな、調光であったりとか、そういったフライの種類をですね多く扱う場合に非常に、有用なフライボックスでですね、この伝統の、このオリジナルのですね、このチェストフライボックスの形状を生み出した、リチャードソンのこの製品っていうのは、未だに、非常に愛用者が多いというモデルになります。で、歴史的にも非常にこのフライフィッシングの歴史の中でもこのボックスっていうのは非常に、評価が高いモデルでですね、支持者、有名人の支持者等も非常に多かったモデルになります。ここに、エッチングで、しっかり刻印が当時の、ほとんどこのような刻印が入ってます。オリジナルはですね、で当人の、リチャードソン当人が、制作した時代の、非常に古いモデルではあるんですが、状態は多少の、自画粘土ですね、使用感ですね、多少細かい傷等はあるんですが、非常に大きな当たりとか亀裂とかそういったダメージ自体はないです。はい、でこのチェストフライボックスはですね、制作の時に非常に個々にのオーダーに対していろいろオプションで使用付けれたのが特徴でですね、これは基本的にはかなりシンプルな部類の、スタンダードな仕様のモデルです。で、3トレーなんですけど、これが5トレーのものがあったり、4トレーがあったりとかですね。このコンパートメントのドライフライ、これは基本的にドライフライがメインなんですが、ドライフライであったり、フリーストックを多くしたりとか、いろいろ仕様を、当時、選んでオーダーができましたね。で、これは、フレックスライトをですね、有名なフレックスライトを、刺して使えるというような形の、カールホルダーがついています。はい。で、これから見ていくとですね、これ、一番トップですね。で、このようにプレートがあって、このようにドライフライがしっかり入るコンパートメントになっています。で、当時にですね、このスポンジ、薄いスポンジがこの底に貼られてたんですね。こちらもですね。で、これらがちょっと劣化、どうしても劣化するんですね。で、基本的にはちょっと掃除ですね。ボロボロと粉になってたものは除去してます。ですが、接着系の接着剤系のもので貼られてたので、まだちょっとスポンジの素材が残ってはいるんですが、あまり掃除を軽くしただけという形で、オリジナル性を保たせてます。で、上からまたスポンジなりコルク、薄いコルクを貼っていただくとか、いろいろ、やり方はあるかなと思います。フェルトを貼ってもらったりですね、もできると思います。一応この状態、オリジナルの状態で、清掃した状態で
今回出させてもらってます。で、こういうのはですね、ここにありますが、オーダーの時の、プレートがここに貼られてますね。これはまあここに貼られてたりとか、下に貼られてたりいろいろですね。貼られてなく、あの中に、このようなプレートだけが入ってるっていう場合もあったりとか、ない場合もありますし、まああのこれは貼り付けで残っています。で、これ1トレー目がまずドライフライですね。で、2トレー目もこれドライフライです。で、若干ほんの少し浅いですね、仕様がですね。これも同じコンパートメントの構造で、深さだけがちょっと1段目よりは浅くなってます。はい。で、3段目ですね。3段目は、これはフリースペースですね。セクションが、間仕切りはなくて、まあ、ティペットとか、リーダーとかですね。まあ、もろもろ、フリーに使えるというスペースですね。はい。はい。で、まあ、これ自体はですね、もう3コンパートメントなので、まあ、非常に、まあ、仕様としては、まあ、スタンダードですね。で、まあ、逆に重くもなく、使いやすいのかなとも思いますね。はい。で、機構とかも非常にスムーズに開閉をして、ガタもないです。非常に状態は悪くありません。はい。で、まあ、若干その、このウッドのデカールの、もう少し多分色が濃かったと思うんですけど、こう経年でちょっと色あせてきてます。どちらもですね。で、このベルト類も、金具類も若干こう擦れとかありますが、ベルトは汚れも目立たずに綺麗な状態かなと思います。はい。で、カールのこの、ホルダーもですね、形状しっかり残ってますので、ある程度このカールされてるので、径をちょっと調整して、合う合わないがあるかもしれないので、こういうような仕様でカールされてますね。はい。で、ブラスのこういう、この部分がブラスになってるんですが、まあ、どうしてもこのあたりはちょっとこう表面が、腐食がきてますが、素材自体にダメージがあるということはなくて、しっかりと、ホールドする機構を保ってます。はい。まあ、この、リチャードソンのボックスはですね、チェストボックスは、まあ、まだまだ、使えると思いますね。非常にカチッとしてて、まあ、当店でも、状態のいいものだけを、ご紹介して、今まで、販売してきてますが、まあ、これも非常にスタンダードで、まあ、これぞリチャードソンのボックスというルックスでですね、まあ、収納的には3段なので、まあ、通常レベルなんですが、まあ、初めの使い頃としてはスタンダードで、気持ちよく使っていただけるかなと思います。はい。お探しの方はぜひご検討いただければと思います。よろしくお願いします。